閣議の概要について申し上げます。一般案件等12件、政令人事が決定されました。大臣発言として、外務大臣からロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置について、総務大臣から令和3年度の特別交付税及び震災復興特別交付税の3月交付について、消費者物価指数について、岸田総理大臣から海外出張不在中の臨時代理等についてそれぞれご発言がありました。岸田総理は3月19日から21日までの日程でインド及びカンボジアを訪問する予定です。訪問中、岸田総理大臣はインドのモディ首相、カンボジアのフンセン首相との間で首脳会談を行い、地域国際情勢や二国間関係等幅広い議題について議論する予定であります。日印両国は本年国交樹立70周年を迎えます。4年半ぶりとなる今回の総理の訪印を通じて、日印両国の特別戦略的グローバルパートナーシップを一層深化させ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力を日印や日米豪印等を通じて前進させる考えです。カンボジア訪問では、二国間関係や自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力をさらに強化します。また ASEAN 議長国のカンボジアとの間で地域国際情勢について連携を確認する考えです。加えて両国との間でウクライナ情勢も取り上げ、さまざまな働きかけを行う考えです。次に、本日ウクライナ避難民対策連絡調整会議第1回会合を開催し、ウクライナから避難を余儀なくされ日本への避難を希望するウクライナの方々について、本日以降いつでも受け入れ、政府一体となり国民の皆様のご理解も得ながら関係省庁において必要な支援を行っていくことを確認をしました。またこれらの検討取り組みを着実に進めていくため、内閣官房副長官補を長とするタスクフォースを設置することといたしました。私からは以上です。共同通信の小田です。冒頭紹介にありましたウクライナからの避難民対策についてお伺いします。先ほど官房長官はウクライナ避難民の受け入れに対応するため関係閣僚と会議を開催したということですが、会合でどのようなやり取りがあったのか、また今後の方針や日程についてお伺いします。本日の会議ではウクライナにおける最新の状況及びウクライナからの避難民への対応策について認識共有を図るとともに、ウクライナ避難民への対応について議論を行いました。具体的には外務大臣と法務大臣から来日を希望する方々のために査証の申請に必要な書類の大幅な簡素化に加え、複数人の査証申請を代表者が行うことを認めるなど迅速な審査発給を行うこと、来日後は当面の宿泊先や食事の提供をはじめ、来日した避難民の方々が日々の生活に困らないよう生活支援を行うこと、支援の申し出がある自治体や企業団体等とのマッチングについて調整を行うこと、定住や長期在留の希望がある場合については日本語研修や職業訓練など必要な支援を行っていくことなどについて説明がありました。本日設置されたタスクフォースでは、本日の連絡会議の場で確認された取り組み等について関係省庁が連携して避難民の方々が安心して日本に滞在できるよう支援の運用の在り方を議論調整していくこととしており、今後のウクライナ情勢や避難民の方々のニーズを踏まえ必要な対応について継続的に検討してまいりたいと考えております。 NHK の古垣です。ロシアへの追加制裁について伺います。資産凍結の対象にロシア国防省の幹部らを加えることなどを先ほどの閣議で了解したと承知しています。さらなる対象の追加となりますけれども、今回のこの狙いとですね、さらに制裁を強めていくことになるのか、今後の対応についても伺います。16日、岸田総理から最恵国待遇の撤回、贅沢品の輸出禁止及び
一部物品の輸入禁止、主要な多国間金融機関からのロシアへの融資防止、オリガルヒ等に対する資産凍結の対象範囲の拡大、デジタル資産などを用いた制裁回避への対応強化を発表をしました。これを受けて、今般我が国としてロシア連邦関係者に対する資産凍結等の追加的措置を取ることとし、本日必要な閣議了解を行ったところであります。今後の制裁措置については、引き続き我が国として今後の状況を踏まえつつ、 G7 をはじめとする国際社会と連携して適切に取り組んでまいりたいと考えております。朝日新聞の西村です。すみません、話題に戻りまして、ウクライナの避難民についてお伺いしたいんですけれども、現在の受け入れの最新状況を確認させてくださいというのが1点と、もう一つ、先ほど長官の今後の定住に向けての日本語研修や職業訓練などの必要な支援も行っていくということだったと思うんですけれども、今はそういうその生活支援を超えた語学とか就学に向けての支援が、自治体や企業、NPO の自主的な支援申し出に頼っているのみかなというのが状況かなと思うんですけれども、そこ、政府としてはどのように取り組んでいくのかというのを改めて教えてください。まず、ウクライナからの避難民の方の現況でございますけれども、ウクライナから避難を目的として入国した方は、3月2日以降、3月16日までで73人であり、そのすべてが日本に親族や知人がいる方々であると承知をしております。今後の課題についてということでございますが、本日の会議では、先ほど申し上げました査証申請の簡素化や生活に対するさまざまなご支援、また自治体や企業団体とのマッチングに加えて、ご指摘があったですね、定住や長期在留の希望のある場合については、日本語研修や職業訓練など必要な支援を行っていくということでございますが、詳細については今後のタスクフォースで詳細事項について進めますので、そちらにお問い合わせをいただきたいと思いますし、また所管省庁にお問い合わせをいただきたいと思います。ウクライナ情勢の関連でお伺いいたします。日本人義勇兵についてお伺いいたします。海外メディアがリビウに到着して入った日本人男性のインタビューを放送いたしました。軍事組織での経験があることや、ウクライナを侵略から守るために参加したこと、ウクライナを侵略から守るために参加したことなどを語っておりますが、日本政府としてですね、把握しているこの男性に関する情報やですね、男性とコンタクトを取り、渡航の断念や早期帰国を申し入れ、要請するなど、何らかの接触はあったのかをお伺いいたします。報道は承知をしております。個々の報道の一つ一つについてお答えすることは差し控えたいと思いますが、日本政府はウクライナ全土に退避勧告を出しており、同国に滞在する邦人は直ちに退避をしていただきたいという通告を出させていただいております。個別のそのこれまでも義勇兵についてのですね、懸念であるとか入国をやめるようにというお話をされておりましたが、個別のその呼びかけやですね、接触についてはお答えできないということなんです。ご質問の内容も含めお答えすることは差し控えたいと思います。日経新聞の奥山です。ウクライナ避難民の関係なんですけれども、在留資格について現在は状況に応じて更新する1年間の特定活動による受け入れとなっていると思いますが、長期の定住に向けた在留資格も付与されるということでしょうか。長期の定住に向けた在留資格も付与されるということなんでしょうか。在留資格をどのようなものにするかについても、避難された方の状況に応じて法務省において適切に対応するものと承知をしております。
TBS テレビの会です。話題変わりまして、米中首脳会談について伺っています。アメリカ、中国両国は本日、バイデン大統領と中国の習近平国家主席が、電話会談することを発表いたしました。ロシアのウクライナ侵攻への対応を、中心に協議されるとしておりますが、両首脳間の議論に期待することをお願いいたします。米ホワイトハウスは米国時間3月18日にバイデン大統領と習近平国家主席が会談を行い、米中関係及びウクライナ情勢等について意見交換が行われる予定である旨発表したと承知をしております。第三国間の会談について予断を持ってコメントすることは差し控えさせていただきますが、その上でロシアによるウクライナ侵略について今こそ国際秩序の根幹を守り抜くため、国際社会が結束して毅然と対応することが必要であり、中国に対しても責任ある行動を呼びかけていくことが重要であると考えております。